こんにちは。J コスメというネットワークビジネスをご存知の方いらっしゃるでしょうかえそして J コスメというネットワークビジネスに参加されていた方の中で、返礼金という仕組みをね、ご利用いただいていた方っていうのは結構多かったと思います。最大で会員数5万5千人にもなりましたんでね。5万5千人と言いますと、かなりの人数が この J コスメというビジネスに関わっていたことになります。そして2019年の7月から8月にかけてだったと思いますけども、その返礼金という仕組みがうまくいかなくなって、それから返礼金が徐々に止まり始めて、2019年の11月には完全にストップしたというふうに記憶しております。で、その後、あれから3年ぐらい経ちまして、今2023年の4月なんですけども、 返礼金っていうのはもうお金にならないんでしょうか私たちの手元に帰ってこないんでしょうかそのまんま J コスメは消えていってしまう、いわゆる飛ぶ状態になってしまったんでしょうかそう思いの方も多いと思います。ですのでご不安でしたらね、アップラインの方にお問い合わせしていただきたいんですよね。でもそんなこと言われなくてもアップラインとしていろんな人に J コスメのネットワークビジネス 紹介を起こした人っていうのは一定の情報発信の責任があると思います。でも、自分も被害者だからというね、言葉を隠れみのに、ダウンラインの人にサポートすることもなく、何の質問にも答えれずに、情報も取らずに、消えてしまった人っていうのが結構いるんじゃないかなと思います。いろいろとお話ししてきましたけども、ここでね、一つ結論を申し上げますと、 J コスメのショッピングポイントは現金化されますんで、ポイント移行をね、していかなくてはいけないんですよ。ポイント移行をすることによって、今後 J コスメっていう会社はなくなってしまいますが、ポイント移行をした人だけ、そのポイントが現金になる道がもう作られております。多分こんな情報すら知らずに、やってるんじゃないかなと思います。その責任は全てアップラインの人にあります。アップラインの人が無責任だと、 情報の更新が行われていることにも気づかずに、多くのダウンラインを救済できるのに、その責務を放棄してしまっているってことになります。募集するときだけはね、調子の良いこと言っといて、うまくいかなくなると自分も被害者だみたいな、その隠れみなので、一緒になってね、J コスメ悪い会社だ悪い会社だっていうふうになっちゃったりとかね、次のビジネス行きましょうみたいな感じで何もなかったようにしますけども、やっぱりね、お金を預けてしまった人、 そこにお金を使った人ってのはやっぱりいたわけですから、まあ弁償して責任を取るっていう方法を取れってわけではないんですが、少なくともアップラインとして情報を流し続ける責任はあるんじゃないかなと思います。でそこでね、ダウンラインを一人でも抱えてる人に私はね申し上げたいんですけども、ポイント移行ができるってこと、その選択肢があったってことをお知らせしたことあるんですかね？その事実すら知らずに今二千二十三年の四月を生きてるんじゃないでしょうか？ 実はポイント以降ができるかどうかっていうのは2022年の1月にはもうすでにその話が出てきて6月に実際にそれができるようになったわけですよで締め切りは2022年の7月の末でしたでもあまりにも唐突だったということでそういった情報を知らなかった人が後から後から自分も大丈夫でしょうか自分も大丈夫でしょうかってことで私もね交渉させてもらいながら9月末まで 10月末まで、11月末までっていうふうに伸び伸びにしてきて、そして2023年の3月31日に、なんとかお願いした人も、それができたってことは聞いております。しかし4月になったらもう完全に手遅れということになってました。私なりにこの3年以上、毎日のように J コスメの情報発信をしてきましたけども、でも、3年間毎日情報発信するとまでいかなくても、週に1本ぐらい、月に1本ぐらい、 ダウンラインを一人でも抱えてるなら、情報を流す責任はあったんじゃないかなと思います。その責任を果たしながら、それでも結果的に損失が出てしまったなら、それはビジネスの損失と思うことはできますけども、アップラインとしての責任もね、果たさずに、まあ、儲かったり儲かんなかったりですよ、みたいな、こんな簡単なね、無責任なことを言っていいんでしょうかと私は思いますね。もちろん私にも、 ままだまだ責任を取ってないというふうなお言葉あるかもしれませんけども少なくとも誰よりもサポートしてきて誰よりも情報発信をしてきたのは私以上にやってきてる人はいないと思いますよでそういう意味で私もこうやってねこう声だけの今回放送ですけどもこれはね繰り返しますけども一人でもダウンラインを抱えてらっしゃるその紹介を一回でも一人でも起こした人に向けてのメッセージですきちんとダウンラインの人に 情報を流すぐらいの責任は果たしていたんでしょうかとかね。こんな選択肢が今あるんですよと。締め切りはいついつですよと。ショッピングポイントが元気になるんですよってことをちゃんと捉えてそれを発信していたかなってことなんですよ。中にはね、まあ諦めて別のビジネスやりましょうって感じで、別のビジネスにまたね、新しいお金を使わせてる人もいるみたいですけども、まあついていく人もどうかなと思いますけども、うん、もうちょっとね、大切にお金を使っていくやる以上は、 利益をどうしても残す。そして、一緒に信じて歩いてくれてる人と、本当にね、このビジネスを通じて強い信頼関係を作っていく。まあそういうふうなことができればなぁと思うわけですけどもね。はい、ちょっと6分ほど話してしまいましたんで、もうこれ以上言うことはありませんけども、J コスメの返礼金、今4月8日になりましたけども、むざむざと無駄になった人がいると思います。それは、 アップラインの情報発信がなかったという責任に尽きるんじゃないかなと思います。J コスメの公式サイトを見れば情報は更新されてますし。で、私も独自に掴んだ情報は公式サイトを通じずつともね、独自の YouTube で3年間流し続けました。今でもやってます。おせっかいかもしれませんけども、自分のお金が、返礼金がね、なんとかなるんだったらなんとかしたいという方は、すでにその道を 作ってててねね、えー、歩いいくれているんですよ、ねうん、まあ少しでもね損害がないようにするのが、まあ、ビジネスですしそれから同じビジネスをしてる人を放置しないっていうのも、まあ、ビジネス仲間というのかな信頼関係の一つだと思いますんでちょっとうまくまとまりませんけどもあの一つ言えることはアップラインならダウンラインに情報はちゃんと流していきましょうっていうねまあ、そんなことかなと思います。はい、私はい私これからも まあ、J コスメの情報はもうここで J コスメって会社が終わりますんで流せなくなりますけども、ただね、うん、その移行した返礼金がどのようになっていくのかってことは引き続きお伝えしていきたいと思います。えそれではね、えー、また即価軸の限定動画でお会いしましょう。そちらの方にはもっともっと濃い情報を流しております。